はい、どうさん、こんにちは、のあです。今回はですね、さあこちら、ビッグバンブースターパックの2、これがね、本日コンビニから先行発売されたので、これを開封していきたいと思います。いや、なんでも今回もね、この激レアパラレル仕様っていうものが存在しているらしくって、孫悟空ゼノの超フルパワーサイヤ人4限界突破、はい、こちらのカードがね、また別イラスト別箱押しバージョンみたいな感じであるらしいので、ちょっと今回はね、それを狙っていきたいなと。で、前回もね、ゴジータ UM、 まあただのこうやって仁王立ちしている姿からのこうソウルパニッシャーを投げているシーンね、あんな感じでイラストチェンジしてて、今回の悟空ゼノもどんな感じで仕様が変わるのかとかも正直まだ分かんないので、ちょっとそこら辺もね、楽しみかなっていうのと、意外とね、後ろのラインナップを見ると、まあなんかね、ルシフェルとか、グルメスオとかで、ジャネンバベビーとかね、まあ珍しいキャラクターが出るらしくって、ジャネンバベビーに関しては結構強い。で、あとね、またバトスタのネタとかで使えそうなカードもね、いっぱいあるので、早速こちらね、ボックスで今回も購入したので開封していきたいと思います。さあ、それじゃあ開けていきましょう。いいね、ここにも筐体が映ってて、なんかもう今回は完全にこの超フルパワーサイヤ人4の段でしたね。これボックスも赤いしさ、このパックもこんな感じで所々に赤くて、この超フルパワーサイヤ人4、限界突破、まあこれのイメージが強いですよね。さあ、それじゃあまず1パック目から、右側ですね。はい、右側から開けていきます。お、最初がグルメ層。で、今回もね、なんかランダムらしくって、こうカードが、まあ不規則に入っているらしいので、はい、まあこんな感じで、はい、おデブ関連が来ましたね。はい、大海洋神、おーっと、ちょっと待って待って、あ、これは違う。これは、あっちじゃないよね、多分。だってこれパッケージの悟空だもんね。あー、やっぱそうだね。普通の悟空ゼノだ。あー、でもこの悟空ゼノ出たとしてもまだ全然ね、パラレル仕様出る可能性あるので、まあまあいいでしょう、これはとりあえずね。はい、超フルパワーサイヤ人4限界突破、かっこいいね。いや、これアニメーションでも見ましたけど、やっぱり動いているシーンを見るとね、さらにかっこいいなってちょっと思いましたね。あのオーラの色がやっぱね、こうスーパーサイヤ人ロゼみたいなちょっと紫色で、なんかね、髪の色とか体毛とかもちょっと紫がかっててね、だいぶかっこよかったなっていうのと、はい、最後のね、龍拳、あれがもう最高でしたね。性能がこんな感じで、はい、まあカードリスト見た時と同じですね。はい、限界を超えし姿悟空というアビリティでパワーを上げられるんですけど、ブーストモードに突入してると、まあ効果がどんぐらいアップするのかっていうところとかね、ちょっと見物だなっていうのと、まあゼノ戦士なんでね、ユニットにも含ませられます。で、大海洋神も何気に強くて、殲滅のゴッドメテ持ちと、いう感じで、はい、まずは孫悟空ゼノゲットですね。さあ、2パック目いきましょう。いや、いいじゃんいいじゃん、最速いいよこれ。そしたらさ、2種類の悟空ゼノが欲しいな、ちょっと。はい、サルサだね。はい、魔人じゃなくなった方のサルサ、はい、こんな感じで。あー、いいねいいね。まあ多分これの箱押しバージョンもこっちに入ってると思うんですけど、うん、なるほどね。で、ヒットやっぱりかっこいいよね、これちょっと時飛ばし中のヒット、だと思うんですけど、こんな感じで、はい、衣装もちょっと違いますよね。なかなかかっこいいね。うん、氷みたいになって、まあなんかリオのさ、ザ・ワールドみたいな感じがするね。さあ、3パック目。パラレルが、まあ1枚置きっていうか、まあ1パック置きに来るとしたら、まあここで来ると思うんですけど、はい、じゃねんばぜの、あ、そういうわけじゃないんだね。はい、暗黒をメチカブラ、俺の魔術を見せてやろう。かっこいいね、暗黒をメチカブラ。はい、時の力解放です。ダークネスエグゼキューション、この必殺技は好きなんですけど、はい、邪悪な策略持ち、これは普通に強い気がするけど、ダーブラゼノとどっちが強いでしょうね。はい、で、絶好チャンスの邪念バゼノと、はい、奇襲の一手とブロックバーストの西の海洋神、これは普通に使いましょう。はい、ブロックバースト自分すごい好きなので、ちょっとね、あちら、まあ奇襲の一手持ってるんでね、まあデッキ入りといったところでしょうか。さあ、からのゴテンクスゼノ、はい、これもイラストがすごいかっこいいですね。からのベジークスゼノ、はい、合体戦士合体戦士来て、おっと、邪念馬改造の白押し、はい、まあこんな感じです。ちょっと顔が幼い感じがするね。なあ、まあ UR の方がさすがにかっこいいけど、はい、改造されし体っていうね、メカフリーザのアビリティ持ってます。まあまあ、どんどん行きましょう。
1、2、3、5パック目ぐらいかな。はい、チチ少女期、そしてプティンおーからの暴走国。はい、あーいいね、これのイラスト結構かっこいいね。で、ヒーローズのアニメーションの次回予告で、なんかね、また暴走が出てくるらしいんですけど、まあ、暴走悟空か、わからないけどね、暴走ベジータとかさ、まあ、またね、この悪の木に侵食された戦士が出てくるのかなっていうので、まあ、個人的にこれのスーパーサイジン3とかがね、ちょっと出たら熱いんじゃないかなって、思ってます。はい、ベジークスでの、あ、出たね。はい、ルシフェル。まあ、これの映画は、自分見たことあるかないか正直、微妙です。全くと言っていいほど覚えてないっていう。グルメ層も正直言って、見たかな、ちょっと記憶にないんだよね。だからどういうキャラクターなのかっていうのがわからないんだけど、まあ吸血鬼っていうことでね、はい、まあディオとの関連性があるので、好きになれそうなところはあるんですが、はい、自分、アニメキャラでディオがすごい大好きなんで、ちょっとそこにね、なんか、あれを感じてます。あ、ハッチヤックベビーだね。はい、ファイナルリベンジャーカノン。これも結構イラストかっこいいですね。はい。まあこれも最後に入ってるっていうことは、まあ、おそらく箱推しバージョンもあるんでしょうね。はい。本年増幅装置持ってるんで普通に強いです。さあ、ゴテンクスゼノ。あー、また大海洋神被ってく。あはは、ベジータ。はい。これも箱なしバージョンだけども。あー、これに箱推しついたら結構かっこいいんじゃないか。はい。構成のチャンスと。いいね。普通にいいんじゃないですか。出ましたね。電撃地獄玉コアス。これ完全に電撃地獄玉だよね。もうさ、明らかにこのスーパー17号のギャラクシーミッション9段ぐらいの UR とほとんど構図が一緒っていう。で、さらに言うとこの木の玉みたいなやつもなんかちょっとまがまがしくってさ、完全にあいつの必殺技なんだよな。おっと、来た。はい。パンハニー？ハニーパン？来たー。うわ、かわいい。こんな感じでーす。え、ちょっと待ってね。あ、そっかそっか、これも箱押しあんのか。うわ、じゃあこっち側に眠ってるっていうことでしょうね。はい。あー、いいねー。いいねー。これはね、普通に使おうかなとも思ってたし、まあやっぱりこの、蜂のコスチュームをしたね、ファンちゃんっていうのが、まあドッカンバトルでしかね、なかったんで、ヒーローズにもね、また来てくれたっていうので。いや、これはもう本当に嬉しいですね。ドラゴンボール GT も自分すごい好きだったんで、いや、ぜひとも使いたい。ハニーブラストもちょっと見たいしね。はい、ハーツ。え、大海洋神出すぎじゃない？マジで？あー、うわー、嘘。マジで？暴走悟空被った。はい、でも白押しがついていないっていうね。いやー、ちょっと、なんでですかね。なんでなんでしょうか。ちなみに、ここサムネイルになるかわからないんですけど、ちょっとね、はい、こんな感じで、はい、サムネイル用の画像を撮っておきます。いやー、ちょっと完全に忘れてたよね。もう、開封することしかちょっと考えてなくってさ、はい。どうしよう。こんな感じでいいかな。あ、この感じいいかもしんないね。ちょっと光の反射が気になるんだけど。あー、ここいいかもしんないね。で、もしくは最初の開封シーンというか、まあ、開封する前のね、あそこでもいいかもしんないけど。はい。まあ、どっちかを使います。さあ、まあ、YouTuber の撮影の裏側っていう感じで。はい。邪電場ゼノ。あー、また、ヒットからのスーパーファイクファン。あれ、今回さ、ちょっと渋いね。白押しが全くと言っていいほど出ないっていう、ちょっと渋いんじゃないでしょうか。はい、スーパーサイジンのブルー悟空も出てないしね。はい、プティンからの、チチ少女期、ハッチハクベビの白なし。え、待って待って待って、なんか白なししか出ないんだけど。あれ？最初のね、悟空とかは調子良かったんですけど、正直こっから先の白なしゾーンが半端ないっていうのと、だいぶ被るね。はい、チチ、ルシフェルとき、あ、なにこれ、え、なんだこれ、なんだこれ、あ、それか、孫悟空のスーパーサイジンブルー出ました。白ありです。なるほどね。ちょっと、一瞬あっちのさ、パラレルの方かと期待しちゃったんですけど、まあこれはこれでかっこいいですよね。はい、渾身の力を込めた一撃。で、これね、戦闘民族の代償じゃない、戦闘民族の進化持ってるので、戦闘力バトルに勝つと、自分のパワーが3倍になるっていう。はい、これね、普通に強くって、昔、ゴッドミッションの1段の時に、ベジータのね、アルティメットレアが出たんですけど、それのね、アビリティと全く同じものを持ってます。はい、ゴハンクスゼノ、いいね、ブルマ。はい、これ可愛いですよね。あー、また白なしか。いや、これの白ありがな、ちょっと欲しかったな。
はい、勝利の女神。まあこのブルマも全く同じアビリティなんでね、うん、まあ正直、うん、イラスト用というか、まあそんな感じはするんですけど、はい、まあこれの箱ありはないと思うんですけどね、はい、普通に可愛いんでちょっとこれもね、箱ありバージョンで出してほしかったなっていうのはあるんですが、あと6パックか。うわ、これちょっとやばいかもしんない。うわー、また電撃地獄玉だよ。ゴアスからの、プティンと来て、あ、かかり。なんだこれ、強者の勇気？スーパー一心の頭脳。マジか。ここでスーパー一心の頭脳。ちょっと待って。ちょっと顔の表情がやばかったね、今の一心の。うん、これはちょっとやばい。はい、西の海洋神。あーいいね、ゴテンクスゼの、おーっと、2枚目。はい。ハニーパンの2枚目です。いやー、ただし、これは、そうだね、白ありバージョンが欲しかったなっていうのはあるんだけど、まあ、バインダー用とね、デッキ消す用で、まあ、2枚ゲットできたんで、よかったなっていうのはあるんですけど、やっぱ白あり出ないね。今回さ、全然出ない。なんでこんな出ないっていうぐらい出なくて、はい、また電撃地獄玉からの、ルシフェル、お、いいじゃん。邪念バビビア持ってませんでしたね。はい、これは結構狙ってたんで嬉しいです。はい、巧妙な罠とガード16個でエナジー5個でね、地獄門なんで、これね結構強いと思うんですよね。はい、できればこれも2枚欲しいんですけどね、自分バインダー用とその普通に使う用で分けてるから、ちょっとね邪念バビビーもう1枚出なかったらワンチャン買ってもいいんだけど。何これ、あ、はぁ、待って、来たかもしれない。おっと、これは絶対に来た。絶対に来た。これは間違いない。ザー、絶対に来た、これ。いきますぜ。いきますよ。3、2、1、箱を擦れさせないように。スッ。来たー。かっこよ、なんだこれ。待って待って待って。なにこれ、やばいんだけど。めちゃくちゃかっこいいんだけど。うわ、やば。なんだと？待って、ラスト3パックで来た。孫悟空ゼノのパラレル仕様ですね。うわ、かっけーな、これ。全然違うじゃん。最初の悟空ゼノと全然違うじゃん。はい、こんな感じで、やばい、全然違う。違いすぎる。なんだこれは、かっこよすぎる。なんか、紫の色っていうかさ、このオーラの色の感じも、こっちの方が結構出てるし、作画とかもこれ顔が全然違くて、めちゃくちゃかっこいい、こっちの方が。ほら、なんかちょっとさ、意気込みが違うもんね。この右の悟空ゼノに比べると、もう、こっちの表情の方がやっぱり、こう、邪念馬を倒すぞっていう感じのさ、ね、なんか感じられますよね。何を言っているのか。で、文字とか箱押しの色が、金色じゃなくて、赤だったから、これ絶対来たなって思ったんだけど、いや、来てしまいましたよ、悟空ゼノのパラレル仕様。いや、勝利の女神からのね。で、ラスト、まあ、これを入れるとね、3パックだったんで、マジで結構ね、やばいなって思ったんだけど。いやー、出たー、めっちゃ嬉しい。そしたら今回かなり当たりパックというか、まあ、当たりのね、部類だったかもしれませんね。邪念馬ベビーも、ハニーパンも2枚出たりとか、結構当たりパックだったのかなっていう。はい、まあ、その分ね、他のパラレルは結構少なかったイメージですけど。あ、スーパーミラー。あ、これも出てなかったのね。はい。いう感じで、もういいや。だって、あれもうないよね。あと何が出てない？スーパー石のゼロ出たし、あ、ドクター W が出てない。ぐらいか。あ、ベジータゼロ出てないじゃん。うわ、ちょっと待って。ベジータゼロが出てない。忘れてた。そうじゃん。いたじゃん。ベジータゼロ出てないやん。マジかー。あれ出ないで終わるのちょっと嫌なんだけど。はい。ハーツ。あ、ブルマ来たよ。これ勝利の女神パターンあんじゃない？また。あ？おぉ、嘘ー。マジかー。ドクターダブリ。まあ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 、出てなかったんでね。まあ、よしとしましょう。はい。ただただベジータのゼノが出てないですね。はい。あれもね、超フルパワーサイヤ人4限界突破で。この悟空ゼノと並べるとかっこよかったんですけど、まさかのベジータゼノが出なかったという感じなんでね。またちょっと誰か交換してくんないかな、あれ。はい、ハニーパンはちょっと出せないけど、なんかね、別のやつで交換できれば嬉しい。はい、という感じで、ちょっと今回はね、うん、まあ結果的にはかなり良かったんじゃないですかね。てか、むしろこの、孫悟空ゼノが出ているっていうだけでも、かなり勝ちだと思いますね。はい。めちゃくちゃかっこいいもんだって、これやばいよ。うん、やばいね、これは。
まあ、前回のゴジータもね、すごい良かったんですけど、これはこれで、なんかこのオーラの色がさ、紫色で、この白押しの中のこのね、わかるかな、このスパークの部分。いや、ここら辺とかがすごい好きなんですよね。はい。で、髪もね、ちゃんとこれ、繊維とかが細々してて、表情とかもかっこいいしさ。はい、性能は変わらないんだけど、コレクションでバインダーに入れる分にはめちゃくちゃいいですね。はい。まあ、いう感じで今回はこちらのね、はい。スーパードラゴンボールヒーローズのビッグバンブースターパック2ですね。はい。これをボックスで開封させていただいたんですが、ちょっとね、惜しくもね、ベジータゾーンだけが出なかったんですが、まあ、個人的にはこの悟空が出たっていうだけでもかなりね、満足の結果になったんじゃないかなと思います。で、バトスター動画では最初にこれ使って、その次にハニーパン使おうかなと思ってますので、そちらの動画も楽しみにしていてください。という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。